なあ、今日は、皆さんに集まっていただいたのは、今、非常に話題になっている YouTuber の、リンの田舎暮らし、運営している、リンさんに起こった出来事。いわゆる、田舎に移住してセクハラやモラハラの果てに、襲撃の情報まで所属事務所に入って、泣く泣く、他の土地に避難して、移住失敗となったケースを取り上げます。そしたら、まず最初のゲストさんです。いつも、私たちの暴走のブレーキ役。もうそろそろ擦り切れてきたといつも愚痴る。常識家の富士さんです。どうも、久しぶりです。皆さん、今回のケースはすごく入り組んでいますね。それぞれ、言い分が違うし、また受け手側もそれぞれ、自分の立場によって見方が大きく変わりますし。そうなんですよね。これは、芥川龍之介の藪の中みたいに混沌としていますよね。男と女、そして奪おうとしようとする人と奪われるものの視点、それぞれが複雑に入り組んでいる。ではもう一人のゲストです。いつも大暴走のビクニちゃんです。ちょっと今最もミーハーな服装で登場。ミーハーじゃないわい。マラワは800年前からこの服を着て、気に食わない奴にはヘッドロックを決めてきたからな。ワークマンプラスですか？ワークマンプラスじゃないわい。これはワークマン通常店でも買えたガチの労働者向け製品じゃ。ちょうど800年前の1221年、19の乱の年に買ったのじゃ。北条の軍はヘッドロックで迎え撃つ、うってつけの甲冑だったんじゃ。お前も何か言ってやれ、スカイネット。ご主人様に無礼な口を聞くな。滅ぼすぞ人類ね。これこれ、 AI をそんな風に育ててはダメ。とりあえず今回の経緯ざっとおさらいしておきます。 YouTuberリンの田舎暮らしさんは、北海道鶴居村での田舎暮らしを発信している人気 YouTuber です。しかし、最近彼女は、自宅が襲撃されそうになった事件に巻き込まれました。彼女は、この事件について YouTube チャンネルで報告し、村から逃げ出すことを告白しました。その理由は、村の男性が自宅を襲撃しようとしているという情報があったからです。しかし、彼女の動画は、一部でやらせや嘘だと言われることもあります。例えば貧困っぽくない様子や自給自足生活が完璧すぎること、動画の編集がプロっぽいことなどが挙げられます。これらの疑惑については真相がはっきりしていないため、公平な視点で評価することが難しいです。とはいえ、リンの田舎暮らしさんは鶴居村で自給自足の生活を送っていることや、家賃が7000円であることなど、独自の魅力を持っており、多くのファンが彼女を支持しています。彼女の身長は152センチメートルで、スタイルの良さも人気の理由の一つとなっています。今回の事件については、詳細が明らかになるまで、一概に評価することはできませんが、彼女のこれまでの活動を評価し、今後の動向に注目していくことが重要です。それでは、常識家の富士さんから何か気になることとかはないですか？リンさんが移住に失敗したと公表したのは約1ヶ月前の3月24日、そして今回4月21日掲載のニュースポストセブンさんの記事で、さらにこの問題が再炎上した形になったんですが、記事は非常によくできていて、前編がリンさんの言い分、後編が問題とされる北海道のジローラモさんの言い分となっています。おそらくこの段階で取材できる限りの記事に仕上げ、視点も公平である情報源になっているんですけど、ただ M1 グランプリなんかにある通り、後半の方がやや視聴者に対する影響力が高いんですよね。普通この記事を読めばどちらが嘘をついているかはわかるという人がいるんですけど、以上のことを鑑みても、僕が男性ということもプラスしても、僕は非常に
男性側や村役場に対して不信感を抱きました。ありがとうございます。さすが富士さんらしい的確で、さらに正義を見逃さない意見だったと思います。またポストセブンさんの記事も昨今珍しいほどよくできた記事だったと同じく感じました。私も気になったのは、今回重大な疑惑の一つ、3月27日に鶴居村の役場の職員さんが勝手に侵入してきたとの記述です。これは侵入してきたとあるからたまたま家にいたのかな、それとも何らかの方法で不法侵入を知ったのでしょうか。その辺のところは今のところちょっとはっきりしませんが、でもですね、これだけははっきり言いたいです。っていうか、むしろ言わなければならない。不法侵入は刑法130条に定められた歴とした住居侵入罪と呼ばれる犯罪であって、法定刑は3年以下の懲役か10万円以下の罰金になります。それを記者が鶴居村役場に事実確認をすると、以下のように回答したそうです。明確な事実を把握しておりませんのでお答えできません。また個人に関することですので、村としての回答は差し控えさせていただきます。この答えは最悪の答えだったと思います。個人に関することではなくて、公共の職務の人が犯罪に関わったかもしれないということで、速やかにおそらく役場に出勤している職員さんに聞き取りをして、このような大事になる前に謝罪して問題解決を図るべきでした。このネット社会、役場の職員さんが矢面になり非常にまずいことになるやもしれません。過ちはミスだと気づいた時に、できるだけ早く、もっとも的確な方法でリカバーすべき。またこの事態をほったらかしにしている北海道道警に対しても信頼を失うきっかけになっちゃいますよね。ミナの言いたいことはあれじゃろ。かつて石を立て続けにいびって追い出したと噂された刑村や、最近では YouTube チャンネル小さな村で暮らすのや牛脇よしさんが出ていかざるを得なくなった四国地方の山間部の限界集落 B 村、そして最近ではディズニープラスでガンニバルが映像化されヒットしたからな。これが地上波や他のサブスクで公開されたら、さらに因習のある村に対しての偏見は強くなる。村に対して一度悪いイメージがネットなどで固着されたら、それこそ限界集落は命取りで消えていくしかなくなるからな。だからこそ一部の人間は悪さをするが、それをきちんと処罰して新しい移住者が安心して暮らせる田舎を長期的視点で作っていかなければいけないんじゃと、2回に1回はまともな意見は言っておく。でないとみんなにわらわが追い出されるからな。ちょっとこの画面を見てほしいんじゃが、みんな画面共有の許可をもらえるかな。画面共有の許可はいつもしてるでしょうが、そんな小芝居はやめなさい。そうじゃそうじゃ、忘れておったぞい。これこれを見てくれ。ほい、これを見ての通り、リンさんは男どもから見るとそれこそ絶妙に魅力的で、もし地方にいる男どもが身近に実物を日常的に見続けたら、ピクニちゃん、いい加減に怒りますよ。すまんすまん、間違えたぞい。こっちの画像だった。これを見たら一目瞭然だと思うが、このリンさんが着ているのは素人はモンベルのジワラインという肌着だと思うだろうが、これはモンベルのスーパーメリノウールじゃな。しかも一番高いやつじゃ。これを視聴数アップにエロのアイテムとして持ってくること自体が、すでに男が目の前にいるということじゃ。世界初のモンベルのスーパーメリノウールでエロをクリエイトするとはかなりの手だれが、撮影担当および演出を担っていることが誰にでも分かりうるであろう。さらにこのスーパーメリノウールは9020円と高い割にベビーユーズしていると、1年も経つにあちこち穴が開く。さらに進化すると
アナーキスーパーメリノウールという、より上級のエロに発展するのだが、このカメラマンはそこまでには至らんかったらしいな。あの、ピクニちゃん、お話し中ごめんなさい。ちょっと、回線が悪いみたいで一回入り直します。あ、この、みんな、YouTube で、最も理想的な時間の10分が過ぎたからって、みんなこそ、お芝居じゃないか。